はい、皆さんこんにちは、デジーでございます。今回はね、日本一有名なヘッドホンと言っても過言ではないヘッドホンを紹介します。もうズバリ見せますけれども、じゃーん、これでございます。皆さん見たことないですか？これ見たことないですか？多分ね、あ、なんか見たことあるなっていう人多いと思います。まあソニーファンだったらね、もう知ってると思いますけれども、これね、はい、ズバリね、ザ・ファースト・テイクでアーティストがね装着している、スタジオモニターヘッドホンでございます。はい、で型番がですね MDR-CD900ST となります。でこれね、もうはっきり言ってプロ用、業務用なので、保証が効きません。購入するときはね注意してください。で業務用なんで高いんでしょ、お高いんでしょって思われがちですが、実はね1万6000円ちょっとで購入することができます。はい、どうです？もうね、見た目がかっこいいっすよね。あのザ・ファースト・テイクっていうね、動画見たことある方結構いらっしゃると思いますけれども、もうほとんど必ずと言っていいほどアーティストがねこのヘッドホンを装着しております。はい、で装着するとね、はい、こんな感じです。どうですか？どうですか？映ってるかな？どうですか？かっこいいでしょ。でこれね、実はねもう30年以上前の古いヘッドホンなんですよね。で今でもねもう愛されてるっていうすごいヘッドホンなんです。確かね1989年かな、間違ってたらねテロップで修正しときますけれども、もうね発売されてから30年以上経っている、プロ用、業務用のモニターヘッドホンです。なのでね、原音を聞くにはね最適なヘッドホンで、まあ余計な味付けはされてないんでね、逆に言うと味気ない音をね、音なんですけれども、まあこの通りね、スタジオモニターっていうだけあってね、いろんなアーティストの方が使用しているヘッドホンです。見たことあるっていう人もね結構いらっしゃると思います。これ普通にねアマゾンさんとか、ヨドバシカメラさんでね購入することができるんで、ザ・ファースト・テイクにで憧れている、なんかもう真似したいって方はね、これミーハー気分でね買うのもいいかもしれません。はい、でもちろんね、ケーブル、有線ケーブルで、ケーブルの長さは 2.5 メートルあります。まあ業務用なんでね。でプラグもですね 3.5 ミリではなくて、こういったね、はい、標準ステレオプラグとなります。はい、いやこれもかっこいいですよねでケーブルはね 2.5 メートルありますけれども、意外とねケーブルがね柔らかくて取り回しはね悪くないですね。で先ほどもお見せしましたけれども、ヘッドバンド部がねこんな感じで、結構ね質感がいいです。で、イヤーパッドかな、イヤーパッドはこんな感じですね。まああの業務用なんでねつけ心地はねどうかなっていう気はしますけれども、これ軽いんでね 200g ほどしかないんで、意外とねつけ心地はいいです。ただね夏だと蒸れます確実にね。で、ちゃんとねここで長さ調整することもできます。はい、でちゃんとねメモリーもついてるんで、だいたいね自分の頭の大きさだとこれぐらいっていうのね記憶しとけばすぐにね、装着することができます。いやかっこいいですよね。で実際にねこれ装着して、聞いてみましたけれども、
まあ、やっぱりね原音に忠実した、まあ、モニターヘッドホンっていうだけねだけあって、変な味付けはないんで、逆にね言うとそんなにいい音じゃないかもしれません。うん。で私の場合はね動画編集などをしてるんでね、これで、音声、動画の音声などをねチェックするのにちょうどいいヘッドホンだなと思って購入いたしました。まあザ・ファーストテイクでねアーティストがこれをつけてるのを見て欲しいなって言ったミーハー心もねもちろんありますけれども、うん、これね購入してよかったです。で先ほどもね言いましたけれども、あくまでも業務用なんで保証がありません。うん、なのでねもし壊れた場合は、有料で修理っていうことになります。はい、しばらくですねこいつをパソコンで使用してみましたけれどもなかなかいいですよ。うん、正直言ってね音質に下手な味付けは全くないんで、人によってはねなんだこれって思うかもしれませんけれども、あくまでもねこれモニターヘッドホンなんでそのあたり注意した方がいいと思います。で一番驚いたのが解像度の高さです。うん、やっぱりね原音に忠実な音質が聞けるってことだけあって、解像度はねめちゃくちゃ高いです。だからね私のような動画編集で音声を確認するときなんかもねこれめちゃくちゃいいと思います。あとね最後になりますけれども、これ先ほども言いましたけれども標準のステレオプラグなんですが、今ね 3.5 ミリが主流になっておりますよね。そんな時はねこういった変換プラグを購入すればこうやってねつなげて、ちょっとねかなり長くなりますけれども、こういった感じでね 3.5 ミリでも使えます。はい、で私の場合はですね、ヤマハさんのオーディオインターフェース、なんだっけね AG03 かを使ってるんでね、このステレオ標準のねステレオプラグでも使えますんでね、パソコンとかで使いたいなっていう方はオーディオインターフェース、ステレオ標準プラグ搭載のオーディオインターフェースを購入して使うというのも手かもしれません。うん、はい、ということでね今回はこのかっこいい、めちゃくちゃかっこいい日本一有名な、型番がね MDR-CD900ST を紹介しました。はい、これでねあなたもザ・ファーストテイクのねアーティスト気分になれますよ。はい、16,000円ちょっとで購入できるっていうねコストパフォーマンスの良さもねこれいいかもしれません。はい、ということでね今回はモニターヘッドホンを紹介いたしました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。すいません最後ねグダグダになってしまいました。それでは。